止めますのは井端ですから、名古屋ドームが非常にダブルプレー取れましたんでね、よしこれで立ち直ってくれるかなというところでまたノーガンジのボールに3つですからね、外直球、昨年と比べるとより確実性の高いバッターになっています。そうなんですよね、よっぽど調子いいんでしょうね。非常に充実しています。井上インコース、ドラゴンズこそつなぐ野球、粘りの野球、こういうものをしてジャイアンツに食らいついていきたいところです。強打を、ね、逆転して勝ちましたからね。そうですね、それでいいスタート切れましたね。はい、サヨナラ始まりね。はい、さて5回の裏ドラゴンズの攻撃始まっていますが、福留のましたから、ね、まあ、だけど今のうちどんどん悩んだ方がいいんじゃないですか。そうですか、あとスタートですから、はい、バッターボックスはアレックスです。ライトフライです。そうですね、ましては日本人で初めての内野手ですからね。そうですね、はい、今日のピッチャーだなっていうのはね感じましたけどね。そうですか、はい、ただコントロール悪い言ってもね、そんなにフォアボールで崩れるピッチャー、右足が今映ったらよくわかるんです。これが止まっちゃってるんですよ。